えー、ジリムさんありがとうございます。はい。えー、ああ、種子島 P さんはもちろん私もよく知っていますが、あの方は、羽生ファンは触らない方がいいと思いますということみたいですね。うん、えー。宇野昌磨愛が熱くて、羽生さんを徹底的にスルーしています、えー。どのくらいスルーかというと、えー、北京オリンピックで記者が、えー、昌磨君たちに、 羽生選手のことを質問をしたのが嫌だったらしいです。えー、っと、北京オリンピックで記者が、昌真君たちに。なるほど。中にはアンチまがいなものもありますが、ご本人はアンチではないと思います。えところで、私が気になる、えー、ところがありますえ。この方はブログのみで YouTube されていないと思うんですが、 おすすめに出てくるとはなぜ,なぜなのかわかりません。確かに。おっしゃってましたよね、そういえば。うん。Google でおすすめをされたって,言っておっしゃってましたよね。うん。これはもしかして、この種子島 P さん YouTube されてるということですかね。うん、それにしょうまくん情報を日頃から熱心に集めている私にはおすすめに出てきません。 えー、今日は仕事ですので帰ってから調べてみたいと思います。確かに。ねな,なんで、なぜでしょうかね。うん。ちょっとわかんないですね。はい、えー、木更木24さんです。えー、羽生さんとフェルナンデスはフリーとトータル点数がシーズンベストだったんですね。うん。これはだから、えっ、ー、と、ピョンチャン五輪の時 かなと思うんですけど、五輪でシーズンベストを出してすごい。えピークを五輪に合わせられたってことですね。うん。翔馬くんは出してはいないけど、2位ってとこもすごい。え、美保子先生のバンバン激のね、おかげ、いや、本当ですね。うん。本当なんですよ。4回転トーループも。うん。トリプルアクセルシングルオイラー、ま、シングルループ、トリプルフリップのところね。うん。あれも降りた瞬間、 ね、ちょっと安心しましたよねやっぱね。うん、で羽生さんは多分このシーズンは、ね、ロシアだったかなのロステレコム杯でまずまずの演技はしたんですけど NHK 杯で怪我をしてしまったんで多分あんまりそのあ待ってちょっと待ってちょっと。 僕、時系列作ってますね。うん。本当に4回転ルッツを決めたんだけど、まあ、それよりも高い点数をオリンピックで獲得することができたということですよね。で、フィルダンデスは4回転サルコーが途中で抜けてしまったダブルサルコーかなんかになってましたけど、まあ、それでもシーズンの中では一番良かったかなと思います。ちょっとフィルダンデスにしてはちょっと緊張はしていた可能性はあったんですけどもね。うん。そう、あとボーヤンジーンにあともう少しで、ちょっとね、点数があれでしたけども。はい。まあ、そんな感じで。 そうですね、宇野さんねでもねオ,のオリンピック本当ににあとあともう一歩でフェルナンデスに抜かされてましたからねうんだからあの4回転ループのところが回転が足りてて良かったなんて僕はちょっと昨日思いましたねうん伊豆菜さんありがとうございますこれ宇野昌磨くんのピョンチャン五輪の意見なんですけど えー、君確か、この時の中国のジャッジが、地獄の選手に不当に高得点をつけたことが問題になって、えー、このジャッジは懲戒免職を受けました。うん、あのー、確か、キム・ハクヨだけじゃなくて、他のアイスタンスかペア、どっちか、どっちかにも、このジャッジがですね、担当してて、で、結構不当な点数をつけてたような気がするんですよ。うん、で、北京五輪の時に復帰しましたということみたいですね。 うん、これはもちろん2年間の懲戒処分っていうのはあったんですけど、かとい、だからまあ、2年後には出れるわけですよ、実質上ね。だけど、なんでこういうジャッジを出すのか、同じジャッジを出すのか分かんないですね。他にもたくさんジャッジがいると思うので、他のジャッジでもいいんじゃないかなってちょっと思ってはいる、しまうんですけどもね。でも、北京五輪の時には復帰しましたということです。まあ あのそもそもまあ中国で行われた北京ですので、うんまあ、結構根源は強いのかなってちょっと思うんですけど何でもジャッジが出した点数が妥当かどうかを話し合って決めるなんちゃら審査員忘れたので復帰しましたというねな,なんちゃら審査員、うんえー、ここでも政治が動いたようなきな臭さ,さがありますってね、まあ、結構北京五輪もきな臭いところがいっぱいあったかなという感じはするんですけどもね うん、ただ不正なチャッチとかはそんなにいなかった気は、まあ、していて、うん、あれでしたけどもね、まあ、それよりもお客さんが、招待されたお客さんがの中でなんかちょっといろいろこう、なんかあったかなとは思いましたし、うんまあ、実際にこう点数というところにも、まあ、言っちゃうとまあドーピングの件とかあったり、いろいろありましたからね。まあ、このの戦争の後に ああこのオリンピックの後にすぐにす、ね、ロシアの戦争があったっていう、ね、始まるっていうところもちょっとこうなんか政治とねオリンピックがつながってるんじゃないかっていういろいろこう皆さんと話し合いましたよねこれもね、うん、はいえ輪、ー、さんありがとうございますおはようございます早速ピョンチャンオリンピックの解説ありがとうございました、えー、団体戦のシ馬君くんやはり慣れていない昼間の多分 11時代だったのかなで、体が慣れていない中、確か朝方に変えようとしたけれど、えー、無理だったようで頑張ったけど、うん、あの時でも他の人もバンバン見捨てた僕て、結構点数が伸びてなかったですね。うん、あの姉さんチェーンでも、ね、まさかのあんな得点ってちょっとびっくりしましたね。だから姉さんは個人戦でもうまくいかなかったんで、オリンピックの悪夢に取り憑かれてしまったんじゃないかなっていうね。 緊張の悪夢に取りりれてしままった可能性があります、えー、最初の4回転フリップがステップアウト、惜しい、うん、そうなんですよね。えー、また髪、髪の毛ボサボサ。カブさんが何回も言われていたのが面白かったです。結構、この時、髪の毛ボサボサでしたよね。うんそうだっか。そこもちょっとインパクトがありました。えー、連続ジャンプは詰まりながらも、えー、頑張ってつけられたから。そうですね。これは良かったですよね。うん。でも、個人戦よりも団体戦の方が、 PCS は高いんですよね、うん、あとスピンとか全体的な GOE も団体戦は高いんですよね個人戦の方がちょっと低いんですよねうんまあ総合得点は個人戦の方が高,高かったですけど、うん、確か全日本選手権は絶不調で1位でしたが自分の思うような演技ジャンプが決まらず終わった後に黒いダウンコートのふさふさなファー付きを深く深く りカ,メラさんあカメラマンさんに、えー、手を合わせごめんなさいして、えー、マネージャーさんもごめんなさいして後ろからマネージャーさんがついていってしまいましたねいろいろあったな、うん、この時のゼリフォンは宇野くん結構独走で、えー、羽生さんが確か棄権、えー、してましたよねでまあ勝ったは勝ったんですけど内容があまり納得するものでなかったっていう話がありましたよね うん、オリンピック出場が決まり、発表があるからか、えー、テレビインタビュー室から出てくる翔馬くんを田中圭司くんがそばで、えー、待っていてくれて、翔、え、馬、ー、くんの肩を抱いて歩いていたり、優しいお兄様、うんまあ、この時は田中圭司くんは、村隆人さんと、 どっちがオリンピックに行くのかっていうところで、まあ、羽生君がいない中、2位争いっていうのがあったわけですよ。ね、この時の戦いっていうのは、ちょっとね、感極まるものがありましたね。うん、翌朝のまたテレビ番組で今度はオリンピック出場の選手たちの決意式みたいなインタビューもテレビ番組内であり、一晩中悔しかったのかなかなか寝れなかったようで、オリンピックまで練習を頑張りますと。 えー、いうことですね。うん。まだ悔しさがありましたよ。やはり自分にも,にも負けず嫌いだなと、えー。そのくらいないと、やはり世界では戦えないのでしょうね、えー。ステップも冬は特にレベル3。悪かったら2になることが多く。えー、指摘でも試合はやはり、えー、別物なんだなと。なるほど。レ,あのレベル2になった試合もあったんですね。多分グランプリシリーズだったのかという感じ。 でしょうかね、うんえー、トリプルアクセルはショートはやはり団体戦の方が良かったらしく、えー、なかなかピーキング合わせるのは難しかったようでしたね。そあのトリプルアクセルに関してはあの確かにショートは団体戦の方が良かったですよね、うん。でも4回転フリップが入って4回転等トリプルとか入って、まあ、トリプルアクセルがなんとか入ったっていうところはねあの個人戦良かったかなと思うんですけど確か団体戦と個人戦の間には2週間。 10日間くらいの間があり、2回集中しないとだったり、全体的にはやはりショートは団体戦が良かったと本人が言われていました。ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。ってことは、 あのやっぱり宇野さんがそういうふうに言われてるってことは、やはりスピンであったり、GOE が伸びてこなかったっていうところが点数にありましたんで、まあ、そういったところだったのかなっていうね、うん、PCS に関してもそうですよね。また、パープル羽衣装は、全日本の時羽がもう少し少なく、シースルー感があったような、それから羽が増えていました。おー なるほどこれまた新しいですね。ここはちょっとちゃんと見てなかったんですが羽が増えていたということみたいです。また団体戦の最後のポーズの向きを間違えそうになった。キリッと終わった後によろより苦笑いがなぜか次の日のスポーツの新聞の一面あ、新聞に出ていたんですね。あーでも分かるかもしれないですね。なんか僕もおーとなってあこれはかわいいってちょっと思っちゃいました、ね。かわいいっていのもちょっと。 思ってしまったんで、まあ、新聞記者さんもやっぱ思っちゃったのかなっていうね。にっこり最後に笑ったと、テレビでも上手に滑れたから笑ったと思われていたみたいで、アナウンサーさんが今、にっこり笑いましたねみたいな感じで言われ、えー楽、楽しみましたよって、楽しみもしたよ、懐かしいってね。ってことは、海外の解説者も多分あそこ結構、おってなったかもしれませんね。うん、あ 笑ったみたいな。うん。ニコって笑ったみたいな。フリーは最初の4回転ループは斜めになりましたが、回転ほどけず締めて回りきり、転倒しましたが、頑張りましたね。そうですよね。後ろの方にこう倒れていってしまったんですけど、あれ、しっかり回転が足りてる評価で本当に良かったです。何度も言いますけど、あれもしもアンダーローテになってたら、 もしかしたらメダルを一つ落としていた可能性があるんですよね。もうヒヤヒヤしましたが、えー、その後、えー、頑張った。うんまあ、それを言ったら、まあ、フェルナンデスもダブルサルコーになってしまったから、たらればになってはしまうんですけど、あそこはなんとか締めてよかったです。うん、私ももうテレビ前で時ド々キドキ乗りながら見ましたよ。美保子先生のフェンスバンバン叩いて、頑張れば、カナちゃんも見たから泣いたと、えー、先生の気持ちが分かり、言われていましたよ。 えー、テレビで当初、懐かしい。うん。あのところは、あそこは本当に感極まるものがありました、ね。あそこ、感動しますね。うん。感極まるっていうか、感動しますね。うんこう。そこからトリプルアクセル、シングルループ、トリプルフリップのところ。懐かしい。また最後、クリームキンイーグルに向かうときに笑ってましたと、ね、そうそうそう。で、フォアのクロスス,キスケーティングしてて、で一生懸命、滑って押して押してっていう感じでね。 うん、でもこの頃から見ると今の宇野選手かなり成長してますねもう滑って押して押してっていうのが疲れてるところでもあんまりなくて自然に滑ってる感じがあるのでここから見るでもスケーティングかなり成長したんじゃないかなっていうそういうふうにも感じますションバはきつい時ほど笑うんだと、えー、小さい時から見ていた美保子先生が言われていたからきつかったんだろうなあーなるほど確かにでもそれを わかりますね。うん。確かに。でも最近笑ったのは、世界選手権の、なんだってな、先に行われた2022年の世界選手権の、トリプルアクセルシングルオイラーシングルフリップのところで、ちょっと笑ってましたけどもね。うん。あの時は、あの時はきつ,い,きついっていうよりも、やっちゃったっていう感じだったんでしょうかね。うん。でもジャンプが3連続や連続も決まり、えー、滑り切った。 その嬉しさもあったのかと。そうですよね。うん。まあ、どっちもあったのかって。まあ、でも、後で、うのくいまく、オリンピックは特別ではなかったってね。また、そこファンを見せてきましたけど。うん。最後、スピンはレベル4と思っていたら、やはり時間がなかった。そうですね。多分ね、さそのクロススピンか、どっちかでちょっと回転数が足りなくなってたっぽいです。うん。レベル3だったと、今頃、わかりました。 銀メダルだったから嬉しいのと、子供がまだ小学生低学年で習い事にバタバタな頃で、プロトコルをよく見ていなかったなと、ありがとうございましたです、ね。僕もプロトコルは前確かは見たんですけど、久しぶりに見て、あーっていう新しい気づきがやっぱあったりしました。うん。うしい嬉しい銀メダルでしたね。オリンピック、しょうまくんは銀メダル、銅メダル、団体戦。 これは北京五輪なんですけど、銅メダル取ったら、えー、やはり次回頑張って出場したら、狙うは頑張って。うん。振り返りは新鮮でしたね。うん。そうですね。新しい気づきがやっぱあるので、そう思うと覚えやボレードは頑張り、進化したんだと改めて思いました。ありがとうございました。いや、スケーティングとかも、ステップとかもかなりやっぱ進化してましたね。うん。あのー、やっぱ振り返ったりするのって大事ですね。 あと、体も北京五輪の方が絞れてるんじゃないかなっていう、そういった印象がありましたからね。うん、はいえ、そして、宮さんも言っなんですけど、えー、政治とオリンピックはいつの時代もいろいろありますね。うん、そういえば、中国ジャッジはテレビ報道でも話題になっていました。これ、新聞でも出てましたよね、うん。そういう意味では今後も怖いですね。 オリンピックといえば、浅田真央ちゃんのバンクーバーオリンピックのショートの仮面武道会。こちらの点数が当時、もう少し出てもよかったのではと言われていましたが、今見たらどうか、よかったら解説よろしくお願いします。おー、いいですね。真央ちゃんの仮面武道会、バンクーバーか。あ、僕ね、そういえばね、この頃のほとんど僕見てないんですよ。あのプロトコル表。これは楽しみですよ。 わ、うん、かりました。まおちゃんのプロトコル分析やっていきましょうね。すごい久しぶり。うん、これは僕がすごい楽しみです。まあ、この時、奇妙なさんがルッツトーループでさんやって、まおちゃんはアクセル等で、まあ、トリプルアクセル、ダブル等だったから、基礎点が下がってしまうんですけど、まあ、そういったところもちょっともう一回振り返っていきましょうね。特に表現力が良かったのに、低いのであった物理。 今見たらどうでしょうね確かに。ちょっともう一回見ていきましょうねじ。僕の方が逆に楽しみです。よくオリンピック公式でこちらが素晴らしかったのか紹介されていると何かで前に見たんでお時間ある時によろしくお願いします。実はね、まあ、僕もちょっと気になっていたんですよね。まあ、あとは、まあその昔のね、例えば荒川静香さんの鳥のオリンピックの。 プロトコル表だったりとかで結構他の昔の選手のプロトコル表って僕あんま見てこなかったんですよ。なのでちょっとチェックしていきましょうね。うん